他人に注意するときに感情的にならないにはどうすればよいでしょうか。具体的なご質問はですね、他人に注意する場合に得てして感情的になってしまい、悪口不満批判を言っているように受け取られることが多いのですが、そうならないようにするにはどのようなことを意識したらよいのでしょうか。まあご自身でこういう自覚があって、なるべく感情的にならず冷静にその他人の問題点の指摘、助言、忠告、これをしたいということが、まあ、ご質問の趣旨だと思うんですね。人間の脳はですね、その古い脳と新しい脳、これがあると言われています。古い脳は条件反射的で感情、新しい脳は思考、理性、知性で、その感情を制御する立場にある、しかし感情的になって行動してしまうっていうことは、その新しい脳が十分に、起動してないっていうことですね。で、それはですね、先ほど言った古い脳、感情的な脳っていうのはですね、その性質が情動反射と言われるように感情的で反射的なんですね。ただその性質として時間が経つとそれが収まる、つまり瞬間湯沸かし器的なところがあるってわけであります。だから他人に注意をする前に一旦時間を置く、間を置く、ちょっと外に出ていい空気吸ってみて心を静めてから話をするということができればですね、いいなと。もしそうなってないとしたら、このご質問されている方が何か自分の中でムカッとくることがあったら、それをわっとすぐ言ってしまうという傾向にあるのかもしれないと。しかしこのご質問された方はそういった自分ですね、感情的にならないで悪口その他にならないように対応したいという自覚はおありですから、多分今日のお話を、この話を聞いていただければ一旦間を置くと、ちょっと間を置いてからやるということができるんじゃないかなと思います。で、まあ時間を稼ぐというのは一つですね。時は金なりと言いますか。それから二つ目にですね、吐く息を長くした深呼吸や、それから筋肉をほぐすことによって不安や緊張や怒りですね、これが静まってきます。先ほど不安や恐怖の話ばっかしましたが、基本的に不安や恐怖から人が取る行動がですね、相手への攻撃か相手からの逃避なんですね。このままじゃ自分の利益が損なわれるって思った時にですね、そういう相手をその破壊するというか、そのまあ力ずくでも修正しようということで攻撃的になるか、それともその人からこう逃げるかってことあります。逃げられるなら逃げるのかもしれないけど、逃げられないんだったらもう戦うしかないみたいな、そういうことです。これがですね、ノルアドレナリン、アドレナリンと言われている神経伝達物質ですね、恐怖、不安、怒りなどに関連して、自分に不利益だと思うもの、自分に脅威を感じるもの、自分への脅威を感じるものに対して逃げるか戦うか、攻撃的になるか逃避的になるかということです。ですから何かその人を前にしてですね、その人に対して感情的な怒りっていうんですかね、怒りは感情ですとか、まあ、攻撃的な意識、これが生じてしまうとしたら、何かの不安、恐怖を感じている可能性がある。で、そのままやってしまうと後で後悔するようなことになる可能性がある。なぜかっていう、それは古い脳の動物的な感情的な条件反射的な反応であって、その新しい脳、人間らしい脳のですね、理性的な知的な反応じゃないからですね。ですから先ほどの繰り返しになりますが、時間を稼ぐ、呼吸を整える、体の緊張を抜く、姿勢を正す、そして、まあ、心が晴れるようなですね、広い景色のところに行くとか、まあいろいろありますけど、そういったリセットですね、気分転換をちょっと一回やってから話した方がいいのかなと、そういうふうに思います。